ワンアウトランナー一塁となってバッターボックスには田中健介。センターへ、長谷川はバックします、バックします、バックする、フェンスに当たりました。さあ金子は二塁を回って三塁も回る、ボールは今ホームに返ってくる、クロスプレーになってアウト。金子ホームに帰ってきましたが、しかしそれをホークス見事な中継で阻止しました。大きなプレーが出ました今のシーンです。田中健介の当たりはセンターを越える当たり、フェンスに当たりました。そこから長谷川、そして本田、さらには堂上、見事な中継プレー。ホームで金子を刺しています。今の田中健介の当たりも素晴らしい当たりだったんですけども、ホークスも見事な中継プレーでしたね。そうですね、いいプレーをしましたね、はい、無駄がありませんでした。